私たちは豚とウサギに扮して、ソーラーパネルを国旗にかざしながらパフォーマンスを行います。でその、日の丸とソーラーパネルっていう2つのキーワードが出てきたきっかけとか経緯っていうのを今少しちょっとお話しできたらと思っています。で、私たちはもう一人の同大学院生の方と一緒にトースターを引きながら歩くっていう制作をしています。で、それを始めてそのトースターを引いて街を散歩するだとか歩くだっていうそういう目的はトースターが街をこんがり焼き尽くす情景を見るためです。で、このトースターは街に浮遊するエネルギーをもとに起動するってなんかそういうふうに私たちは考えてずっと制作を続けています。で、そのコンセプトをもとに今回の代替エネルギーというテーマを考えたところ、それなら自作した太陽光発電太陽光発電を使ってトースターでパンを焼くっていうことにチャレンジして、その間に電源利用では何枚のパンを焼くことができるのかっていうことを実証しようという話になりました。で、その目的は、トーストを1枚ができるまでに使うエネルギー量とそのトーストを、人間が摂取するっていうそのエネルギーが全く相当していない、つまりパン1枚を食べるだけでもすごく人は贅沢をしているんだっていうことを提唱しようっていう話になりました。でも私たちが、まあ、なんか女子っていうこともあってトースターを改造するっていうのは結構無理難題だったんです。で、そこでサンブイチさんの知り合いの電気関係の研究をしている方にちょっと相談をしに行きました。で、そこで、改造するための技術的な方法ではなくてなんか美術でしか表現できないことっていうのを改めて考えさせられたわけです。で、私たちは科学者でも社会学者でもなくて、で、じゃあそんな私たちには一体何を生み出すことができるのかっていうのを再度考え直しました。で、結局、未だに2人でその結果というか何をするかっていうところは考察中なんですけれども、でもなんか何かを考えてやり続ければきっと新しい可能性に出会える。で、それを見つけたのが自分あ、まあ、出会えるし、そのために身につけた知恵がきっと新しい事象を理解する手助けになるだろうっていうふうに信じて制作を日の丸とソーラーパネルを使ってパフォーマンスをするっていう方向に向かったんですけれども、その日の丸とソーラーパネルが出てきた理由についてちょっとサンブイチさんからお話ししていただきます。トースターを、引いて街を歩いてその時にその時の目的っていうのがトースターが東京の街をこんがり焼き尽くす情景を見たいっていう風に考えてトースターを引いて歩くことになりました。で、電源につないでいないのにトースターが動くわけもなく、じゃあ一体どのようなエネルギーを使ってトースターが街を焼くのかなっていう風に考えた時に、街から浮遊しているエネルギーをトースターが吸収してトースターが動くっていうふうに考えました。で、その動作原理っていうのが太陽光の原理とちょっと似ているのかなっていうふうに思って太陽光パネルが出てきました。で、太陽っていうのから日の丸を使おうっていうふうになりました。ウサギと豚に扮するっていうそのウサギと豚っていうのは
今までそのトースターを引いて歩くっていう活動をしていく中で、私が豚になってサンフェッチさんがウサギになって、もう一人の方がエジソンになるっていう、そういうストーリーを今制作中だったりして、でその中で、まあ、豚とウサギっていうなんかちょっと人間からかけ離れた容姿になると、二人でこういつもよりも客観的になんか動きだとか行動とかを表せるから、じゃあお目をしようっていうことになったんですけど、見えるかな、なんか豚がこれお目をただ被るだけ、こうお目が自作、これで全身の着ぐるみじゃない、お面だけ着ぐるみだとか。あ、そうだそうだ。ここにここにどうやってやれば、そうそうそう、ここに見える豚です。短いよ。もうちょっと見せる。ウサギは？あ、ウサギはこれ。いや、ウサギもちょっと。ウサギも見せる。五秒ぐらい。ウサギです。ウサギです。はい。はい。ちょっと聞きたいのが、太陽光パネルを使ってトースターを動かして実際パン焼くの？あ、って思ってたんですけど、うん、それをちょっと 理系の方に相談したところ、まあ、それも面白いかもしれないけど、でもそれはなんか誰がやってもできることだって言われて、でもまあ太陽光パネルは使う。あ、使います。で、そういうことを試すんだけど結局できないっていうのがちょっと面白いって言ってもらえて、うん、じゃあできないっていうのを前提にやろうって思って太陽を日の丸にかけて、ソーラーパネルを探しながら何かをする。会場はどういうのように使うんですか？会場はなんかそこら辺の端に、うん、なんかちょっと国旗の大きさ、今3メートル ×2 メートルって書いてあるんですけど、ちょっと大きすぎるんで、21×14 くらいの。